面白い雲。今日は射程に向かっております。雲が面白い。相変わらずさ、靴を落とすバイトとかさ、手袋を落とすバイトとかあるらしくって、靴片方、これは靴を落とすバイト、時給いくらなんだろうね、うん、ちょっとゲップしたしょうがないね、ほら靴落ちてるあ、君思い越しだ。じゃあ2つだ、2つも落としちゃったん。靴裸足だな、裸足だん。でもキヨちゃんも掃除屋やってる時さ、外にワックス塗るのにさ、外に来る、あの靴脱いでたんでしょ、そしたら持っていかれちゃったん。いや、キヨちゃんじゃないよ、他の人だよ。社長さんだっけ。うん、社長が誰かがさ、持っていかれちゃったちょっとホームレスかなんかのさ、あ、いいの置いてあるって持っていかれちゃった。でもホームレスの人がね、あったかいものできたんで良かったんじゃないの。ね、そう思う。うん、そういうこと。一人がハッピーになればいいことよ。タイヤがついてないのが置いてあって、うん、この向こう側は下にタイヤがついてるの、うん。だからここでトレーラーで引っ張ってタイヤをつけて、トレーラーで引っ張っていく感じ。うん、じゃあまあ、じゃあスタンダードプードル取ったかったらずーっと喋ってると思う。うん、しゃあない、もう行っちゃったの。だって撮ってたの、なんか顔だけでっかいね、やっぱりね。行っちゃったの。うん、だってやっぱ顔はあんまりやられたくなかったの、うん、ね。かわいいね、スタンダードプードル。まだでも子供かも、もっとでっかいよね。本気出すともっとでっかいじゃん、スタンダードプードル。そうだよ。いや、3メーターだね。うん。ワニみたいな雲だ。今日は、カットハウス、アズだっけ、うん、で、リンゴ飴を売っている友達のところにリンゴ飴を買いに行きたいと思います。肉水お魚バー、チーズとアーモンド、タンパク質 10g が取れるプロテインバー、あたり 126kg。 あー、ドラゴンだよ、かっこいい。角があるよ、なんか鳥系だよね、右の方は。でもナッツが入ってるからね、簡単になるね。リンゴ飴を買いに行きました。ここのリンゴ飴美味しいんだよね。リンゴ飴は双葉さん、パリパリのカットしたやつがね、お好みです、私たちはね。うん、うまいね。うん、シャキシャキだよね。この飴とリンゴの感じが何とも言いません。うん、いいんだよね、みずみずしいよね。うん、あんまりこんなリンゴ食べたことない。こんなみずみずしいやつ、うん、だからこれ専門にこういうのあれだね、買ってるんじゃない、うん、うん、まとめて、うん、やっぱこうよ、同じ味にできるんだよ。うん、美味しい。だって梨ぐらいのみずみずさがある。うん、ね、うん、すごいよね、不思議。こんなリンゴ食べたことない。本当だよ、ね、美味しいね、ほんと。飴がついててこの甘さだもんね。うん、うん、はい、うん、美味しい。めっちゃ甘い。うん、うまいね。うん、いや、不思議だ。うん、うん、うん、こんなね、梨みたいだよ、リンゴは。うん、うまい、すごい、うん、おいしいね。
よく。今日はうちの方は運動会ジムやってたけど、最近は屋台出てないのね。運動会で屋台ってあんま聞いたことないな。まだの小学校の頃は、よく秋の大運動会になると、屋台がいっぱい出てた。ほんと？他にはね、あのあれが流行ってなかったから、病気が。で、リンゴ飴とか買って、おじさん、そのリンゴ飴ちょっともうちょっと安くしてよって。ネギとか。300円しかないんだから、とかなんとかって言ってさ。任せた？大したもん。じゃあお姉ちゃん買えるから、300円でやるよって。美味しかった。これあの何600円ぐらいしたん500円、700円じゃない、本当その頃が高かったんだ。同じかい。あっちゃん昔も500円がそこだ。でも昔はそんなリンゴみずみずしくなかったし、元はかかってるからさ、しょうがねえんだけど。でも前小学校の頃のリンゴ飴っていうのはこんなに美味しくなかったよ。リンゴはもう中が酸っぱくて、紅玉だよ。飴でごまかしてたって感じだもんな。飴でごまかして。これは全然違う。丸のままつけて、それでこう棒についてあるわけだよ。食べづらいんだよ。これはフルーツ味の双葉さんのリンゴは、全然。リンゴもいいのかしら、これは。限界値高いよね。めっちゃうまい。だから結構営業時間よりも早く終わっちゃうのはうなずけるね。美味しいから、ごちそうさまでした。美味しかった、乾杯。権現堂公園に着きました。下からニューってドラゴンが出てるみたいな雲、下からニューニュー、こういう形。なんか面白い雲がくっきりと出てる。今日の意気込みはどうですか？ひよちゃんやっぱりパチンコ頑張ります。ひよちゃんやっぱりパチンコ勝ちます。ひよちゃんやっぱりパチンコ強いよね。そろそろチャレンジャーに切ります。結構しろ、前の方が空いてるね。ここでぐるっと回れるね。あ、ひよちゃんの携帯ここだ。よいしょ、じゃあ、行ってまいります。お金忘れるの？忘れない。いってらっしゃい。ここミルクって言われてあるよ。はい、ありがとう。はい、ちょっとね、こうしてキューブは行ったのじゃ。ただいま1時過ぎ、1時21分だね。今日もチャレンジャーにやってまいりました。どんどん出てきた。宮代にあるミート&デリカ野沢さんでお弁当をオーダーしました。いつもたまに通って気になってたお店です。通り過ぎちゃってまた戻ってきました。こんな感じになっております。今日はチャレンジャー結構車が多います。待って、なんだっけ、宮代にあったミート&デリカ野沢さん、いつも気になってた、あのカラオケの帰りとかに通るとあったんだけど行き過ぎちゃったりして、今日は頑張って戻って買ってみました。待って、ミート&デリカ野沢さんで買ってきたコロッケいただきます。あ、うまい。あ、ここら辺で一番うまいかも、ね。あ、ほんと、うまいよ。甘いよ。じゃがいもが甘いんだよ。なんか、もしかしてビーフ入ってるかも。そっか。待って、ほら、暗いのか。ビーフコロッケだ。コロッケ高級だ。あ、うまっ。ビーフコロッケだよ。うまっ。うまっ。ね。逆に玉ねぎは入ってないね。玉ねぎ入ってねえみたいな。あ、でも、だってこれはコロッケだもん。食べた。
うん、栗にある団子の宮さんに行ってきた。今日はやってた。前行った時なんか骨折してて休みって書いてあったよね。親父さんが旦那そうそうね。そう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 。ね、いただきます。いただきます。うん。うん、甘さ控えめで美味しいです。ミンチ食べます。うん、あ、うまい。うまいだろ。うん。この辺じゃ結構一番うまいんじゃない？うん。うん、あそこのとさ、ちょっと似てるけど、こっちの手の方があるかね。油がよく切ってあるかも。うん。切ってある。うん。でも味付けうまい。うん。うん。ね。これは、生姜が、仕込み生姜が 4.4 のだけあるよ。おいしい。うまいね。うん、うまい。うまかのおかず食べた。うまい。うまい。うん。うん。いやだやだ、こっちは食べてた。うん。買ってきてよかった。うん。これ、あそこで慣れてるからな。うん。こんちで。ね、でもうまいね。うん。こんちは。あ、先生さんと捨てを取らないうまさ。うん、うまいよ。うん。お店で買ってきた団子。みたらし団子。はい、みたらし団子。団子が一番うまい。うまい。やっぱりみたらしうまいよね。うん。うん、やっぱり。お団子が一番うまいね。うまい。うん。うん、ごちそうさまでした。業務スーパーで買ってきたガレットブルトンヌ。これうまいんだよね。バター 17% 使用。リピ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 リ、口が回らないです。いつもキヨプーが開けてるから、開け方知らなくて、こんなになっちゃった。これはみんな食べろってことか、もしかして。みんな開いてしまったじゃないか。だいぶ難しいな、このお菓子。開けるの。難易度、皆さん、開けるのは難易度高いです。ダメダメ。みんな食っちゃったな、俺が。マルットブルトンの最強のうまさ。ね、うますぎる。何だろ、ほら。残し方法は見ていただいたので、16.1 目玉の
あのさ、アニメ用のが売ってるのかなと思ったら、え、108円でなってるじゃん。うん、うん、まっ。今の初当たりが15分と台を挟んで4連チャン。目玉が9000発ぐらいになった。万発が見えてきましたが、欲張ると愚かなことがないんですよね。1000発実験で、キヨプーが来た、うん、どうでした？はい、投資が2400円、うん、回収が8500円。あれ、どうしたんですか？6100円もらってます。すごいじゃないですか。今日は宮代にあるね、はい、ミート&デリカ、なんだっけ、なんだ忘れちゃった、うん、コロッケ屋さんね、お弁当と、はあ、あとコロッケとミンチを買ってきました。はあ、美味しいですよ。よかったですね。キヨプー、うん、高野店のなんだっけ、お稲荷さん食べてお父さんやりました、うん、コロッケもまだちょっとほんのりあったかい。本当はよかった、うんうん、なんかビーフでしょ、うん、ね、美味しい、美味しい、うん、そう、宮代にあるなんだっけ、名前忘れちゃった、お肉さん、やっぱりミート&デリカ、そう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 、名前忘れちゃった、うん、はい、高野チェーンの団子、なんか団子でっかいよこれ、なんか知んないけどね、ね、ちょっとでも値段が上がったかなと思ったけど、うん、でも結構前橋の時ね、うん、団子の三好、そう、うん、東京にいた時も買ったけど、うん、高野店なんで味は美味しい、うん、ね、団子でかくなった感じ、うん、大きいよ、うん、ね、でも雨が降ってきました。さて、おにぎり350円購入ごとに飲料無料券もらえるのでやってくんだ、やってるんだね、ローソン。すごい、雨がずるずるです。最初みぞれかと思っちゃいました。まだ降らないあ、みぞれ降ってきちゃったね、だって、うん、そうだろう、だってあの 山沿いの方はだってあの降るって言ってたじゃん、うん、山沿いちゃうわ、ここはって怒られちゃうの、ここは都会ですって言われちゃう。全部降ってきちゃった、大丈夫、濡れてる、うん、大丈夫ね、美味しいね。ただいま、さっての帰り道、今日はまあまあ実践は5時間ぐらいで、6時でちょうどぐらいに出てきました。以前ここを通るときにいつも撮ってた第一劇場さん、もう閉鎖になってしまいました。だからなんだか寂しい、電気もついてなくて寂しい通りになってしまいました。こっちのボートレースの場外馬券場はあるんですけれども、こっちの第一劇場さんおしまいになってしまいました。寂しい限りでございます。皆さんどうしてるんでしょうね。今日は会社を今月いっぱいで辞める友達がいて、その友達にブーケを買ってきました。これは明日退職する方に渡す花束です。綺麗ですね。宮代町にある手作り弁当ミート&デリカ野沢さんで買ってきた唐揚げ弁当、どうでしょうか。タルタルソース付き。唐揚げだけじゃなくて副菜がすごい。トマトに昆布に人参にさつま揚げ、こんにゃく、あ、福神漬けじゃなくてこれなんだっけ、芝漬け、芝漬け、桜漬け、うん、忘れちゃった。こんだけ入ってるのすごいです。バランスがいいよね、うん、また行きましょう、うん、美味しそうです。唐揚げがね、うん、食べやすいように小さく刻んでくれてあげます、うん、ありがたいですよね、うん、大きいもまだ食べにくいけど、うん、で柔らかいです、うんうん、食べやすくて美味しい。味付けは、うん、なんかね、うん、お酢のタレかなんかにつけたような味がする、うん、美味しいよ。あー、ほんと柔らかいね、じゃんね、うん、副菜がついてるのいいね、すごい、うん、でミニトマトも入ってる、さっき食べちゃったけど、トマトファースト。唐揚げは漬け込み唐揚げだね、うん、味がすごくすんでて美味しい。で小さくなってて、小さくっていうか食べやすい大きさで、うん、
うん、おいしい、めっちゃなんかハマり味だよね、ピリッとする。今まで食べたことない味、うん、ミートアンドデリカ野沢さん、美味しかったです。まだ行けね、うが、なんだっけ、アンマーにかかってる。まっちゃん腰痛くないから無理ゆっくり温まってきて。スリアに売っていた八ヶ岳人形、八ヶ岳コーヒー、八ヶ岳のごちそう、商品名の八ヶ岳は社名由来です。でね、ちょっと見たの、横八ヶ岳のともに、父とともに豊かな自然に恵まれた八ヶ岳の地に根ざし、乳製品を通じてお客様に喜んでいただける努力し続けます。八ヶ岳人形イメージキャラクター、やつみちゃん、コーヒーカラーバージョンかわいいね、やつみちゃん。8月8日生まれの女の子、好きなもの牛乳、チーズ、ヨーグルト、リンゴ、なりたいものパティシエかキャビンアテンデント、性格、人を喜ばせるのが大好き。やつみちゃん、めっちゃ美味しいよ。さてのチャレンジャーの甘い生景品、キューポーの大好きな間違い探し。マルちゃんあんまり好きじゃない、なかなか見つかんないんだもん。あ、ハンバーガー、間違えた、エブリーバーガー。